木高校でのコンサートって初めてなんです。初めて。そうなんです。初めてなんですよ。スタインウェイ、はい。スタインウェイはね、最高。僕スタインウェイのピアノがすごく好きなんです。でもね、この学校で置いてあるところってまあないんですよ。なんでね、本当にこの学校でこれだけいいスタインウェイのピアノを弾けるってのは本当に光栄で、ものすごいいい音です。いや、もう可愛い。最高ですね。もうね、本当にもう中学生も高校生も今日いたんですけど、もうみんな純粋で、もう本当に可愛い。で、なんかもう今日本当に初めてね、会った生徒たちが多いにかかわらず、なんかもう前から友達だったような、まるでまあ兄弟だったようなね、そんな感じもあって、なんか本当にこの子たちの未来に、まあ、音楽だけじゃないんだけど、本当たくさん夢が溢れてるんだなって感じられた ね、すごい本当に音楽が好きなんだなって思いました。で、ね、いつもはこのクラシックコンサートここでやられてる、まあ、僕らはスタイルとしてポップスなので、まあ、ちょっと音楽のジャンルは違うんですけど、すごくなんか喜んでこう体からね動かして楽しんでくださったんで、ね、この子供たちの中からね、この音楽仲間が生まれたらいいですね。楽しみ。お二人の楽しそうな歌声が音楽室に響いていましたね。